はい、6月4日です。今北山門広場のところにおります。今日は非常に暑い日になっておりますけども、たくさんのお客様来ていただいております。そしてこの今映しておりますのが、コルヌスの香港演出、中国南部原産の山帽子です。この木は常緑で、コルヌスの仲間というのは、この花を楽しむこと、そして紅葉、そして果実ですね、秋に果実できますけども、その3つの楽しみ方がありますけども、この木につきましては、常緑、葉が常緑の、山帽子になります。そしてこの花付きのいいこの品種、これは、香港エンシスの月光という品種になります。そして、こちら、双方辺が大きな品種、これは新月という品種になります。この、アップで見てもらいますと、この中心のこの丸いのがこの花の集まりになります。そしてこの周りの白いのは、双方辺、この花、花のように見えるんですけども、これは双方辺という部分で、これ真ん中が花の集まりになります。常緑なので、葉の方も分厚い葉をしております。香港エンシスの今満開の状況をお知らせいたします。